次、モノクロマティックアクロバティック、すごい語呂がいいね。なんだろう、大砲を使ったコースなんですかね。頑張って攻略していきたいと思います。よろしくお願いします。ドゥドゥン、モノクロバティック、アクロバティックはどこ、上に、ああなるほど、これで上に上がっていけってそういうことですね。取れる、これ大ジャンプした方がいいのかな。先にちょっとちょいみしなきゃいけなかったね。ちょいみ、オッケー、そういうこと、アクロバティックをかましていけと、そういう系のギミックなんだね。危ない、いい、ナイス、いいぞ。さあ次は、ん、これはアクロバティック必要なのかな。上が見えないのがちょっと怖いですけれど、そういうこと、そういうことですか。二つ、全部二つでもよかったんだぜ。いいぞ。スクワットで足腰を鍛えた甲斐があったぜ。ん、そういうこと。ここ絶対届く。オーケー、ナイス、余裕。もし踏んでしまったら上の針に押し出されてしまうってことなんだね。中間地点、これも駆け抜けろってこと？駆け抜けるけ、ちょっと遅かったかな、ちょっと遅かったかな、これちょっと遅かった。これ一気に行かなくても、いい系なんじゃね？これでさ、こうして行ってしまえば。ね、一段一段行っちゃえば、行けるね。オッケーオッケー。一気に行く必要はないと。これで両方2個ずつだったらね、考え物だもだもだ！この可能性は考えてなかったぜ。こっちこそ急ぐ系なのね。いやあ夢に出てきそうだからやめて、危ない。今上に当たりそうだった。キノコ、やった、天からキノコが来たよ。なんか1アップも来たよ。いいの、こんなにもらっちゃって。へえ、すごい拍手されて。これでゴールとかではないよね、さすがに。ものすごいコインをいただけるんですけれど。あれ？マグマの海が今見えたけれども。これ上から行くのかな？それとも。でも上行けないね。上から降ってくる感じなのかな？土管入って、中間地点。またキノコの大サービス。大盤振る舞いだね。入ります。何が違う？一瞬何が起きたのか。俺の頭では理解ができなかった。ちょっと待って。難しい。これ耐久戦ってことでしょ？あ、これもしかしてでっかいやつを倒しちゃうと足りなくなっちゃうとか、そういうことなんじゃない？ですよね。OK！ よいしょ、難しい、やったぜ。これが最後の難関になってるかな。サンキュー、いや、タクッポいなかった。いや、最後の耐久めちゃめちゃ難しかったな。いかにして、あ、最後のアグレシップ、アグレシップってなんだ、アグレシップさがアスレチックだ。2回も言い直したのに2回とも違うって。次、ぜ男人集荷100、日本語で OK。 やっていきましょう。クリア率 2.94% です。お？雲？なんだこの形は。大一見なんか試されてんのかな。土管からひねり出した的な。こっち側には特に何もない感じかな。上入っちゃいますよ。あ、ピンポした、ありがとうございます。チャイムかな。失礼します、はじめまして。ちょっとタイトルが読めなくて、どういうコースか。これどうやって取んの。うわ、そっち足場があって、ピンポンしてくれた。よいしょ。で、これ届くか？届く！危ねえ！なになになに？ちょっとこれまずいんじゃない？これ取れないじゃん。どうすんの？どこ？あー、しまった！なんかしんないけどあった。これで、そういうこと、スクロール系だからってことね。危ねえ！よいしょ！よいしょ！大ジャンプして、どこだ？そこだ！危ねえ！よし！オッケー！揺れてる？すっごい。危ねえ！それは読めない。くっ！怖い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 。大丈夫これ、ここ乗ってて大丈夫だよね。一番端に乗っとけば大丈夫。オッケー、中間地点。嘘でしょ、嘘でしょ。戻りたい、あっち行きたい、あっち戻りたいけど戻れない。ああ、終わった。入れない。これは、こうしろってことだね。で、ここ入って、すっごい喜んでる。ちょっと下が見えないうちは上の方にいたい。下が見えないうちは上の方にいたい。オンオフスイッチがある。これを押して、どっちだ？ああ、そう言って降りていけないのかな？大丈夫だよね。これでこっち側行ってって感じ。あ、すっごい、ありがとう。ちょっと成功するとこうやって褒めてくれるの、すごい嬉しい。超速ね。死ぬまでのラグは何だったの？そういうことだろ。押さなきゃいいんだろ。押さないでこっちまで来て、で、こっから氷がある。大丈夫かな？で、あいつに乗りたい、俺は。
よいしょ、乗っていく。これなんだ、ちょっと触りたいけど。触らなきゃいけなかったんじゃないこれ。大丈夫、降りて。あ、普通に降りて大丈夫だったよ。ただ、これもう戻れない。こっからさ、乗ってさ、ほっ。お、来た。で、キノコが降って、来ないー音聞こえたんだけど、あれ幻聴だった俺の。ちくしょうめ、ドゥルルルって生み出されたはずなのにな。そういうこと。P スイッチは押しちゃいけませんよってことね。それ難しくね。あぶねえ。あぶねえ。え先に取っておく。なるほどね。で、こいつは別に乗っても乗らなくても大丈夫ってことか。フラワーマリオはでかいよ、ここで。さあ、これ P スイッチ押さないように気をつけていくだけ。これ最後は踏んじゃっても、いやー、あぶねえどやどやどうや、どやどうや。これで中間地点で鍵がある？鍵二つゲットして。あれ二つ持ってっちゃっていいの？なんかいるんだけど、これ入れるの？入っちゃうよ。入ります。振り出しに戻るとかないよ。シャバだじゃねえよ。生だ？こいつを倒さなきゃ多分鍵出てこないってことなんでしょ？知ってるよ、俺は。でもシャバだしていかない。大丈夫。そんなに強くないんだよ、こいつは。オッケー、見てしまえばオッケー。あ、鍵がなくなった！倒したのに。なぜ？え？どこここ？なんかあるよ。え、これ、見覚えがあるけど。え？戻ってきたよ。どういうこと？かぶって、普通に倒していけばいいのかな？多分この先にもまた鍵が必要とか、そんなことはないよね。これ何？これは？あ、スタッ！うーおー！うーおー！やめて！うーおー！おらー！おらー！おらー！よっしゃー！なんでお前ら、これは無理だってこれ！先に走り抜けて、ここで取ればいいんです。オーケー、ナイス、やったぜ。どやどやどや、先ほどの恨みを晴らしてやる。ちょっと待って、取れない曲何これ。まずい、このままではまずいです。このままでは小生は死んでしまわない。オーケー、ナイス、いいぞ。スターが出てくる、2連続、イエーイ。なるほどね、最後のこのなんか祭り感は何なんだろう。鍵取る必要なかったね、2個。でもコインが集められない人はこっちでもクリアできますよっていう優しさなんだろうね。ありがとうございました。次、Rising from the Poison。毒沼から這い上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。ピッて言ったよ。オンって言ったよ。押せばいいのかな？なんか連れて行かれそうな感じしているけど。Rising！ 危ねえ！なんだ、一気に沈むわけではないのに。沈んでいったよ！どういうこと？あ、突き上げる感じなのね。なるほど。それは、ライジングだわ。いけるのこれ。そこまで怖がらなくてもいいんじゃない？一番下まではいかなそうだからね。これは潰されないようにってことかな？ぽいね。ふっ！で、ぴょんとして、また行きます。そこに止まっていく。突き上がっていく。これは普通にまあ上に乗っちゃえばいい感じなのかな。もうちょっと上がってほしいんだよな。やっぱない。オッケー。右側にもなんか行けそうだったけれど。ん？これで大丈夫かな？ああ、こっから右側に行けない。ふっ、行く感じね。オッケー。あそこ足場あるか。いよ、一瞬見えなかった。めっちゃ綺麗に追い出されたんだけど、これ危ねえな。一回も失敗できないってことね。どこに足場があるかだよね、パウブロックで、あ、そういうことか。だから、沈み切っちゃうから、上がってくるタイミングで壊して、こっち側行けってことね。なるほど！さ、これむずいな、また。タイミングを見極めてってことだよね。ここ。完璧！あぶねえ！なんてテレサ！それは隠しテレサは！なかなかドッキリさせるよね。さあ、これは？普通に行って大丈夫なのかな？これ、追い越せない？ここで。よいしょ、完璧！なんで回転つるの？それは聞いてないわ。回転するとか聞いてないわ。あ、なるほど。重さでってことか。下にトロッコみたいなのがあるのね。だそれを利用してってことか。そもそも上に届かなくね？右側行けんのかな？沈んで、ふっ！ああ、ちょっとギリギリ届く感じか。ほっほっ！結構シビア！ナイス？ん？どうなってんだこれ。これむずいな。ほっと行って、降りて、登って、左側？で、そういうこと？で、泳いでもらう。うわ、ゆっくりって言ったろ、たらば！ゆっくりのんびりでいいなって言おうとしたら、急に早まりやがった、こいつ。これどうすんの？どうせ沈んでいくのね。オーケーオーケー、ナイス。で、これ飛ぶ感じか。よいしょ。いや。わあ！わあ！ジャンピングしてる、楽しそう。シャンパンの蓋みたいになってて、今。嘘だろ。どうやって作ってんの、それ。ここ。ここ。オッケー、危ねえ。またむずいことしちゃう。
これは下に下がってから乗って、で打ち上がったタイミングで乗る。落ち着いていこう、落ち着いて。結構不規則なの、結構不規則だぞこれ。よいしょ。うわもう危ないよ。お前ちょっとタイミングをね、タイミングをね教えて。よいしょ、どのタイミングで来るか。これはぴょん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 、ほっ、鍵、戻るのこれ。うわー、なんかいるし。こっち来んなよお前、こっち来んな、邪魔すんなよ。よいしょ、ちょっと見つつ、ほっ、でタイミングが、そうやって、もう危ない。テレサを気をつけつつ、マジでこれさ、ランダムなの怖いわ。ランダムっつうか、不規則な、不規則なのやめてくんねえかな。落ちた瞬間に登るように。あっ。あっあっあっ、よし、オッケー。もう、超難かった。何回失敗した。ゴールじゃないの、嘘だろ。中間地点もないの。さすがに中間地点なかったら俺泣くよ。あーよかった、流星が右上に、右肩上がり。今度はどうなるの。それは聞いてない。そういうことしちゃダメって言われませんでしたか、言われませんでした。いやっぷ、どうすんだこれ。これもう積んでるんじゃないか。いやまだいけるぞ、ここに落ちるじゃん。むずい、ここだー。いや上がらせて、よいしょ。で、Pスイッチが、Pスイッチじゃない。あっかー、ファッファッファッ、いや、いや、よーし、鍵がないんだけど。もうみんな死ぬしかないじゃない。やめてよ、そういうこと。じわじわ来るのやめて。月が、月が俺を助けてくれない。月って触れるの、触るのかな、触って倒してもらうとか。そういうことなんじゃ、ないの？おっしゃ。そんな効果があるとは知らなかったぜ。月なんて。俺太陽鳴らしてたけど。てーんてーん。まあ、和やかな雰囲気。これはもうゴールだよね。やったー、おぶね、最後知るかと思った。いや、マジ難しかった、このコース。あー、よかったー。達成感がすごい。